こんにちは、プチプラ研究部の日向です。こんにちは、小春です。今週もやってきました、週刊トレンドニュースの時間です。ユニクロと GU のアイテムの中から今週は何が話題だったのかをプチ研が徹底的に調べて皆さんに教えちゃいます。この動画には最新のトレンドをギュッと濃縮して一度見れば全てがわかるようにまとめましたよ。今週は U の発売直後なので勢いが止まりません。トレンドのうち6アイテムがユニクロ U です。その他 SNS ではあまり勢いがないのにオンラインの人気が急上昇しているアイテムもあるので、おまけをつけてユニクロから12点を紹介します。まずはこちら、スレッドギャザーパンツ。お値段は3990円。まずはユニクロ U の爆売れパンツがランクインです。勢いがすごすぎますよ。まずはこれを1枚押さえておけばトレンド感が出せるでしょう。軽くてドレープ感のあるリブダブルフェイスジャージー素材を使用。キチベイさんから今時のトレンドが強くて最高。スポーツウェアではなくよりエレガントに履けるようになったスウェットパンツ。デイナッチさんから全く期待してなかった、ウエストはジャストサイズくらいです。着膨れせずカジュアルすぎず、お家でも外でも履ける。香川県の男性から、見た目はスラックスのようにおしゃれで、履き心地はスウェットジャージーのように快適で毎日着たくなる一枚です。メンズ着用時のウエストは小さめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、アキさんは GU、フレアミディワンピース、長袖のカラーと相性が良いようです。ブルデ、夏さんはブルデ、冬のカラーを参考に明るめを選べば似合うと思います。詳細はこちら。次はこちらです。フレアハイライズジーンズ、丈標準 73cm、価格は3990円。これは紙ジーンズとして人気が続いています。貝原社のストレッチジーンズを採用。デニム本来のしっかりした生地感ながらもストレッチが効いているので、履き心地は快適。愛知県の女性から、フレアラインが本当に綺麗で、足が細く見えます。痩せた？と思うくらいで。体型を選ばず履けるようにこだわったホロフレアは普段の着こなしに取り入れやすい。おまやんさんから、試着した途端、もう最高の一本になりました。硬すぎず柔らかすぎず、主張すぎないフレアなので、本当に足が綺麗に長く見えます。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。ブルベ、冬さんは GU、ケーブルニットベスト RS プラス E のカラーが良いようです。詳細はこちら。次にご紹介するのはこちら。メリノブレンドショートカーディガン、長袖。価格は3990円、ユニクロ U から2点目です。高品質な 19.5 マイクロンのウールにアンチピリング加工を施したアクリルをブレンド。チョコパンさんから、ショート丈でかっこいい。さらにポリエステルを一緒に編み込んで、型崩れしにくいニットに。神奈川県の女性から、着てみたらよかった、身幅はゆったりです。タッチポケット付き。滋賀県の女性から、丈がショート丈ですっきりしています。メンズ着用時の身幅は大きめです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんは GU、チェックナロースカートのカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。次は、コットンツイルフレアスカート3990円。こちらはユニクロ U の以前から売られていたアイテムです。色違いもあるので次のアイテムで紹介します。コットン 100% のツイル素材。まあさんさんから、ホネストですが着痩せして見えました。フェミニンなビッグボリュームシルエットに綺麗めパンツのディテールを取り入れることで現代にマッチした A ラインスカートに。神奈川県の女性から、とても綺麗なシルエットでお気に入りの一着になりそうです。コットン 100% のツイル素材を使うことでシルエットがエレガントになって、スカートならではの動きが表現でき、カジュアルな雰囲気も出せる。愛知県の女性から、2サイズダウンで購入。肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。
モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんは GU ダウンド M ロングスリーブ T 長袖のカラーと相性が良いようです。詳細はこちら。次はこちらです。コットンツイルフレアスカート3990円。はい、アイテムとしてはさっきと同じですが色違い版です。コットンツイル素材は使用。ここ丸さんから黒色のトップスと合わせたくてダークグリーンを購入しました。スカートにパンツのディテールをプラスしてしっかりとした印象に。ジョイアスさんから、オンラインじゃあなたのサイズは70とか出てきますがそれは参考になりませんでした。はい。豆のママさんから、社会人の娘と買い物に行った時に娘が形の可愛さに惹かれてすぐに試着、サイズ61の64で悩んで腰では甲が娘には合ってたので64を購入しました。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ・アキさんは GU2 ワイシャツテールコンビネーションセーター長袖のカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。はい、次はスマートアンクルパンツグレンチェック2ウェイストレッチ丈標準64から66cm 1990円。これは定番すぎていつもは紹介していませんが、グレンチェックが可愛いのと期間限定セールになっているので特別に紹介します。縦にも横にも伸びる2ウェイストレッチ素材。アピアピさんから、会社に来て言ってます。綺麗に見えるし洗濯機で洗えるし万能です。洗濯してもシワになりにくいイージーケアでお手入れ簡単。はやママさんから、仕事用にグレンチェックを購入しました。ウエストはジャストサイズくらいです。ウエストゴムが見えないデザインになり、シャツインスタイルが気軽に楽しめるパンツに。メンズ着用時のウエストは小さめです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。ブルデ・ナツさんは GU チャンキーニットボーイフレンドカーディガン長袖のカラーと相性が良いようです。詳細はこちら。次はレギュラーフィットストレートハイライズジーンズ3990円。 U のジーンズがランクインです。ストレートレッグフルレングスハイライズで昔ながらのコットンデニム。長崎県の男性から、ハイライズコークで足長エレガントなルックス。静岡県の女性から、レギュラーフィットストレートハイライズジーンズ。はい。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんは GU V ネックキャミソールワンピースのカラーでモテオーラが引き出せます。詳細はこちらです。はい、次はプレミアムラムリブカーディガン長袖、価格は4990円。着回し力が人気の理由です。高品質な 19.5 マイクロンのウールを 100% 使用。神奈川県の女性から、グレーの色味が最高。肌触りが良く、膨らみ感があって柔らかく暖かくて軽いのが特徴。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。ミディアムゲージのフィッシャーマンリブ。千葉県の女性から、ゆったりとした着心地。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんは GU サスペンダー付きデニムスカート RS プラス E のカラーが良いようです。はい。次はペグトップハイライズジーンズ丈標準 68cm 価格は3990円。紙パンツですね。これはもう説明はいらないくらい人気が行き渡っていますね。お友達にも教えてあげましょう。ゆったり着られるリラックスシルエット。小見野さんから、ハイウエストで綺麗なシルエットです。
テーパードのアンクル丈で裾にかけてすっきり見える設計。のえともさんからレビュー評価高いだけあります。ノンストレッチのナチュラルなヴィンテージ加工で、綺麗めにもカジュアルにも履ける。神奈川県の女性からシルエットが綺麗、肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんは GU チャンキーニットシャツコンビネーションワンピース長袖のカラーが良いようです。詳細はこちら。次はこちらです。ストレッチダブルフェイスイージーテーパードパンツ、丈標準62〜64cm、 1990円。これはだいぶ長い間人気が続いています。表面は滑らかなモダール、裏面はポリエステルで適度な張り感を持たせた新素材のダブルフェイス。ユニクロユニコさんからインスタなどで見かけて気になり購入。ストレッチ性があって動きやすい。オリンタさんからずっと欲しくて2色返しました。ウエストはジャストサイズくらいです。簡単に着脱できるイージーウエスト。宮城県の女性から楽でちゃんとして見える、メンズ着用時のウエストは小さめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんは GU 不白コンビネーションワンピース長袖のカラーが良いようです。はい、次はワイドプリーツスカート、丈標準81〜85cm、 2990円。このアイテムが SNS のトレンドの勢いは今一つですが、オンラインのレビューが爆上がり中なので特別に紹介します。ふとし幅プリーツのロングスカート。広島県の女性から、プリーツスカートが流行ってもうだいぶ経つのですが、この太い幅のプリーツを待っていた。袴みたいなデザインでモードよりに着てもスニーカーに合わせてカジュアルにしても可愛い。これから秋冬でもブーツに合わ、中内で固定されているので腰回りがすっきり見える。熊本県の女性から、広がりすぎずシルエットが綺麗です。ウエストはジャストサイズくらいです。後ろがゴムのイージーウエストで楽に履ける。メンズ着用時のウエストは小さめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・アキさんは GU ワイドリブ U ネックセーター長袖のカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。次はこちらです。スキニーハイライズワンクルジーンズ、丈標準 68cm、 2990円。これも SNS ではもう一つですが、レビューが急上昇中です。インフルエンサーさん、これはもっと取り上げたら面白いかも。ストレッチ素材を使用。大阪府の女性から、柔らかく伸び動きやすい、足をすっきり見せる丈感と安心感のある深めのライズでどなたでも履きやすい、縦横に伸びる2ウェイストレッチ生地を採用し、体の動きに順応して綺麗な足のラインをキープ。ヒーさんさんから、履き心地がとてもよく動きやすい、お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんは GU ボリューム3ブティアードワンピース長袖のカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。次はフレアジーンズ、丈標準72〜76cm、 2490円。はい、 GU の紙ジーンズです。お客様のご要望を取り入れて大人気のフレアジーンズが長丈にアップデート。ハイウエスト仕様、高めに設定された膝位置、裾にかけて広がるフレアシルエットで足長効果も抜群。チャチャさんから、確実に高見えするパンツ、ウエストはジャストサイズくらいです。ストレッチ性があり、履き心地も良好です。もちちゃんさんから、発売された日に購入しました。メンズ着用時のウエストは小さめです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。はい。次にご紹介するのはこちら。ケーブル国運カーディガン、長袖。2490円。かわいい、着回し、
ゆるふは最高のカーディガンです。あの丸いポツポツはポップコーン柄と呼ぶそうですよ。立体的なケーブル編みにポイントでポンポンが施された高見え間違いなしのニットカーディガンが登場。程よい抜け感を作り出す黒雲シルエットを採用しました。身幅は大きめです。ボタンを閉じてプルオーバーとして着こなすスタイルもおすすめ。メンズ着用時の身幅は大きめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。ブルベ、夏様、ハイウエストルーズストレートジーンズ RS プラス E のカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。はい、次はウルトラストレッチヒールブーツ。価格は2990円。人気継続中です。ボリュームソールの方も人気ですが、今回は代表してこちらを紹介します。トレンド感のあるスクエア等のヒールブーツです。モリシャンさんから、足のサイズは 24.5、25 のものを買えますが、 GU では L サイズを購入することが多いです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。はい、はい、次はハイウエストストレートジーンズ。セットアップ可能。お値段は2490円。はい、言うことなしの最高のパンツです。これも長い間人気を集めています。履くだけで足長効果が期待できるハイウエストジーンズ。大阪府の女性から、探していましたハイウエスト。細すぎず太すぎない絶妙なストレートシルエットが魅力です。ミンミンさんから、やっぱりハイウエストデニムはいい。ウエストはジャストサイズくらいです。厚みのあるコットン 100% 使用した本格的なデニムを採用。神奈川県の女性から、グレーのジーンズがどうしても欲しくて購入しました。メンズ着用時のウエストは小さめです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。詳細はこちらです。次はニットポンチョベスト。お値段は1990円。着回し最高のベストですが、期間限定セールが終わった直後なので買い時ではないです。肩が落ちたポンチョライクなシルエットで仕立てたニットベスト。オーバーサイズにサイドスリットを入れ、レイヤードにぴったりなデザインです。はい、パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはタフタフレアミディスカートのカラーと相性が良いようです。詳細はこちらです。次はこちらです。バンドカラーシャツワンピース7分袖。価格は2990円。おしゃれに自信がない方はこれ1枚にベストを羽織ればトレンド感がある着こなしになります。はい、おしゃれさんの受け売りです。長袖で大人気だったデザインが7分袖バージョンで登場したワンピース。ニットベストやビステレイヤードにぴったりです。シュガーミルクさんから、去年のバンドカラーワンピースが気に入っていたので今年もホワイトを購入しました。今季のモデルは裾がフレアになっていてとても可愛いです。身幅は大きめです。トレンドの揺らめくフレア M が1枚でも様になる着こなしを可能に。ユリアンさんから、前回の長袖 VR と合わせてコンプです。メンズ着用時の身幅は大きめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。ブルベ、夏さんはフロントスリットフレアジーンズ RS プラス E のカラーでモテオーラが引き出せます。イエベ、ハルさんはイエベ、秋のカラーを見て明るめを選べば大丈夫です。詳細はこちら。次にご紹介するのはこちら、ダブルブレストテイラードジャケット。チェック、セットアップ可能。価格は3990円。これはトレンド入りまでもう一息のところでずっとくすぶっていたアイテムです。今週はついにランクインです。スタイリングを引き締めるテイラードジャケット、よりカジュアルに着られるダブルブレスト仕様を採用しています。身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。
アドロップに揃えておきたい一枚です。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅は小さめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ・ハルさんはタックテーパードパンツ、ハスイ、GA プラス E のカラーでモテオーラが引き出せます。詳細はこちらです。次は、タフタフレアミニスカート。価格は1990円。これのチェック柄がとても可愛いのでおすすめです。ありのあるタフタ生地を使用したフレアスカート。女性らしさを引き立てる、ふんわりと広がる立体的なボリュームシルエットが特徴です。東京都の女性から、タフタとは光沢感のある生地です。ウエストはジャストサイズくらいです。履き心地の良いゴムウエストは、着用時に腰位置のアレンジができ、華やかなアクセントもプラス。レンレンさんから、ダークオレンジが秋にぴったり。メンズ着用時のウエストは小さめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。はい。コーデのアイデア集です。スウェットギャザーパンツ。GU、オーバーサイズシャツ、長袖、と合わせたコーデ、濃淡コーデ、GU、ニットポンチョベストと合わせたコーデ、GU、リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、スウェットライクハイネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。GU、スウェットライクオーバーサイズニットチュニック、長袖、セットアップ可能、と合わせたコーデ。GU、パフィータッチスキッパーアポロセーター、長袖、IG プラス E と合わせたコーデ。GU、スタイルヒートリブレースハイネック T、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、カレッジスウェットプルオーバー、長袖、IG プラス E と合わせたコーデ。フレアハイライズジーンズ、丈標準 73cm、GU、スウェットライクハイネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、モールやアンクルーネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。GU、ボウタイワンピース、長袖、YG プラス X と合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。GU、スウェットライクハイネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、カレッジスウェットプルオーバー、長袖、YG プラス E と合わせたコーデ。メリノブレンドショートカーディガン、長袖。GU、プリーツロングスカートと合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、スキニーパンツと合わせたコーデ。GU、キモオタックテーパードパンツと合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、ストレッチテーパードパンツと合わせたコーデ。GU、シャイニーギャザーロングスカートと合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、ハイウエストストレートジーンズ、セットアップ可能、と合わせたコーデ。GU、シャイニーギャザーロングスカートと合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、プリーツロングスカートと合わせたコーデ。ニューヨークカラーの GU、ノットナロースカートと合わせたコーデ。コットンツイルフレアスカート。GU、ボーダーニットベスト OS9 と合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、ニットポンチョベストと合わせたコーデ。GU、オーバーサイズスウェットプルオーバー、長袖、と合わせたコーデ。GU、フリルカーディガン、長袖、IG プラス X と合わせたコーデ。GU、ケーブルコクーンカーディガン、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、デニムボリュームスリーブブラウス、ゴム袖、Q と合わせたコーデ。コットンツイルフレアスカート。GU、スウェットプルオーバー、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、GU、オーバーサイズシャツ、長袖、と合わせたコーデ。GU、パフィータッチスキッパーアポロセーター、長袖、IG プラス E と合わせたコーデ。GU、ボーダーニットベスト OS9 と合わせたコーデ。GU、スタイルヒートリブレースハイネック T、長袖、と合わせたコーデ。GU、プリーツカラーブラウス、ゴム袖、Q と合わせたコーデ。スマートアンクルパンツ、
グレンチェック、ツーウェイストレッチ、丈標準64-66cm。GU、プリーツカラーブラウス、ボブ袖、キュート合わせたコーデ。GU、ラウンド M ロングスリーブティ、長袖、と合わせたコーデ。レギュラーフィットストレートハイライズジーンズ。GU、キャミソールワンピースと合わせたコーデ。ボタンコーデ、GU、フレアミディワンピース、長袖、と合わせたコーデ。GU、V ネックキャミソールワンピースと合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、V ネックキャミソールワンピースと合わせたコーデ。GU、バンドカラーシャツワンピース、七分袖、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、V ネックキャミソールワンピースと合わせたコーデ。GU、キャミソールワンピースと合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、ニットポンチョベストと合わせたコーデ。GU、スウェットプルオーバー、長袖、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、スウェットライクオーバーサイズニットチュニック、長袖、セットアップ可能、と合わせたコーデ。プレミアムラムリブカーディガン、長袖。GU、スキニーパンツと合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、ストレッチテーパードパンツと合わせたコーデ。GU、サロペットストレートパンツと合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、ストレッチテーパードパンツと合わせたコーデ。GU、ツータックワイドテーパードパンツ、セットアップ可能、と合わせたコーデ。GU、センターシームドローストリングセミワイドパンツと合わせたコーデ。神戸カラーのスリムストレートハイライズジーンズと合わせたコーデ。ペグトップハイライズジーンズ、丈標準 68cm、GU、リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、V ネックキャミソールワンピースと合わせたコーデ。GU、ケーブルニットベスト RS プラス E と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、V ネックキャミソールワンピースと合わせたコーデ。GU、リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、V ネックキャミソールワンピースと合わせたコーデ。GU、バンドカラーシャツワンピース、七分袖、と合わせたコーデ。GU、プリーツカラーブラウス、五分袖、キュート合わせたコーデ。ストレッチダブルフェイスイージーテーパードパンツ、丈標準62-64cm。GU、ケーブルニットベスト RS プラス E と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、ニットポンチョベストと合わせたコーデ。GU、ケーブルコクーンカーディガン、長袖、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、デニムボリュームスリーブブラウス、五分袖、キュート合わせたコーデ。GU、キャミソールワンピースと合わせたコーデ。GU、モールやアンクルーネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。ワイドプリーツスカート、丈標準81-85cm。GU、ケーブルニットベスト RS プラス E と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、スウェットライクオーバーサイズニットチュニック、長袖、セットアップ可能、と合わせたコーデ。GU、モールやアンクルーネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。GU、オーバーサイズスウェットプルオーバー、長袖、と合わせたコーデ。GU、デニムボリュームスリーブブラウス、五分袖、キュート合わせたコーデ。GU、ケーブルニットベスト RS プラス E と合わせたコーデ。スキニーハイライズアンクルジーンズ、丈標準68cm。GU、ラウンド M ロングスリーブティ、長袖、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、スウェットプルオーバー、長袖、と合わせたコーデ。GU、モールやアンクルーネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、V ネックキャミソールワンピースと合わせたコーデ。GU、モールやアンクルーネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、モールやアンクルーネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。GU、ケーブルニットベスト RS プラス E と合わせたコーデ。ノータンコーデ、GU、ニットポンチョベストと合わせたコーデ。GU、スウェットライクオーバーサイズニットチュニック、長袖、セットアップ可能、と合わせたコーデ。ノータンコーデ、
GU、スレッドライクオーバーサイズニットチュニック、長袖、セットアップ可能、と合わせたコーデ。ニューヨークカラーのコットンギャザーロングシャツワンピースと合わせたコーデ。フレアジーンズ、丈標準72から76センチメートル。スレッドライクハイネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、スレッドライクオーバーサイズニットチュニック、長袖、セットアップ可能、と合わせたコーデ。ダブルフェイスプルオーバー、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。アンドカラーシャツワンピース、七分袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、デニムボリュームスリーブブラウス、五分袖、九と合わせたコーデ。ケーブル国運カーディガン、長袖。サスペンダー付きデニムスカート RS プラス E と合わせたコーデ。濃淡コーデ、プリーツロングスカートと合わせたコーデ。ストレッチテーパードパンツと合わせたコーデ。濃淡コーデ、シャイニーギャザーロングスカートと合わせたコーデ。キモータックテーパードパンツと合わせたコーデ。濃淡コーデ、センターシームドローストリングセミワイドパンツと合わせたコーデ。シャイニーギャザーロングスカートと合わせたコーデ。濃淡コーデ、チェックなロースカートと合わせたコーデ。ハイウエストマムジーンズと合わせたコーデ。ハイウエストスキニーパンツ、丈標準74センチメートル、と合わせたコーデ。ハイウエストストレートジーンズ、セットアップ可能。リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、ニットポンチョベストと合わせたコーデ。アンドカラーシャツワンピース、七分袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、ニットポンチョベストと合わせたコーデ。ニットポンチョベストと合わせたコーデ。濃淡コーデ、リブタートルネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。ボーダーニットベスト OSQ と合わせたコーデ。濃淡コーデ、デニムボリュームスリーブブラウス、五分袖、九と合わせたコーデ。V ネックキャミソールワンピースと合わせたコーデ。濃淡コーデ、モールやアンクルーネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。ニューヨークカラーのユニクロ、スーキマコットンオーバーサイズ T と合わせたコーデ。ニットポンチョベスト。ハイウエストスキニーパンツ、丈標準74センチメートル、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、プリーツロングスカートと合わせたコーデ。ストレッチテーパードパンツと合わせたコーデ。濃淡コーデ、スキニーパンツと合わせたコーデ。ストレッチテーパードパンツと合わせたコーデ。濃淡コーデ、ストレッチテーパードパンツと合わせたコーデ。シャイニーギャザーロングスカートと合わせたコーデ。ハイウエストスキニーパンツ、丈標準74センチメートル、と合わせたコーデ。ニューヨークカラーのユニクロ、ドレープジョガーパンツと合わせたコーデ。バンドカラーシャツワンピース、七分袖。ハイウエストマムジーンズと合わせたコーデ。ハイウエストテーパードパンツ G プラス E と合わせたコーデ。ハイウエストマムジーンズと合わせたコーデ。濃淡コーデ、レギンスパンツと合わせたコーデ。ダブルブレストテーラードジャケット、チェック、セットアップ可能。サロペットストレートパンツと合わせたコーデ。濃淡コーデ、ハイウエストストレートジーンズ、セットアップ可能、と合わせたコーデ。アクル付きサロペットワイドパンツと合わせたコーデ。濃淡コーデ、ハイウエストストレートジーンズ、セットアップ可能、と合わせたコーデ。ノットナロースカートと合わせたコーデ。濃淡コーデ、ハイウエストストレートジーンズ、セットアップ可能、と合わせたコーデ。タフタフレアミディスカート。ダブルフェイスプルオーバー、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、スレッドライクハイネックセーター、長袖、と合わせたコーデ。スタイルヒートリブレースハイネックティー、長袖、と合わせたコーデ。スレッドライクオーバーサイズニットチュニック、長袖、セットアップ可能、と合わせたコーデ。アンドエムロングスリーブティー、長袖、と合わせたコーデ。ニットポンチョベストと合わせたコーデ。ボリュームスリーブカーディガン、長袖、と合わせたコーデ。濃淡コーデ、モールやアンクルーネックセーター、
長袖と合わせたコーデ。今日のコーデガチャです。新しいコーデに出会えるかも。はい、GU メッシュカーディガン長袖 RS プラス E とユニクロフォアスウェットパンツですね。うんうん、はい、それではサクサク参りましょう。レディースのアイテム一覧1ページ目です。レディースのアイテム一覧2ページ目です。レディースのアイテム一覧3ページ目です。このチャンネルは毎週火曜日にユニクロ GU の値下げ情報を詳しく紹介しています。価格、サイズ感、カラー、コーデを細かく紹介する唯一のチャンネルです。水曜日頃には島村の新作情報を紹介します。島村さんの最近の新作はとてもデザイン性が高くてコスパもいいのでおすすめです。毎週金曜日にはユニクロ GU のタイムセール情報をおすすめ順にどこよりも詳しく紹介しています。チラシ商品の中で今週買うべきマストバイはどれかを解説します。そして毎週土曜日には週刊トレンドニュースを配信しています。今まさに全国のおしゃれさんたちがおすすめしているアイテムを一挙に紹介しています。見逃したくないプチプラのお得情報やトレンド情報をチャンネル登録してぜひゲットしてください。はい、そしてコメントやお便りも募集しています。まだまだ生まれたばかりのチャンネルで至らない点も多々あるかと思います。改善要望やリクエストなどぜひ教えてください。よろしくお願いします。以上、今回は GU の特集情報をご紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部の日向でした。またね。この動画はユニクロ GU 島村ハウツーレビューをテーマにお届けしました。